ございます。あ、ここ名前書いておいてもらっていい？はい、ちょっと待ってて。はい、おはようございます。おはようございます。はじめまして、派遣の牧野里穂です。私も派遣なんですよ。そうなんですか。はい、あ、白石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。白石さん。はい。あれ、何しに来たんだっけ？すみません、私が話しかけちゃったから。いやいやいや、いつものことなんですよ。思い出せない。まあ、いっか。お待たせ、資料室案内するから。はい、あ、私も行きます。慣れてるんで。無理しないでね。分かんないことあったら何でも聞いて。ありがとうございます。おはようございます。おはよう。おはようございます。今日から派遣で来てくれてる牧野さん。牧野です。はじめまして、曽根本です。はじめまして、よろしくお願いします。結構いろんな病院行ったりしてるんですか？あ、派遣で勤務するのは初めてなんです。今までは父の病院で働いてたので。へえ、お父さんお医者さんなんだ。はい。よくあることだから。そうなんですか？うん。病院ってやっぱりどの病院でもこういう場所があって、で、患者さんの目に触れないように控室として使ったりしてんの。お父さんのところの病院そういうのなかった？え、ないと思います。本当はあるのかな。特に害はないし、すぐ慣れる。でも他で行ったらダメだからね。はい。コンビニ行ってきます。なんか買ってくるものありますか？大丈夫、ありがとう。はい。ねえ、次の休みパワースポット行かない？行かない。なんで？なんかそういうのあんま良くないらしいですよ。パワースポットが？うん、そういうのを求める人ばっかり来るんで、逆に悪い気が集まっちゃって空気がよどんでるらしいです。怖っ。でしょ。そんなのよりなんか美味しいもの食べに行きましょう。いいね、築地でお寿司とか。渋い。もっと原宿でパンケーキとかじゃないですか。はいはい、そっち系。はいはい。それ並ぶやつだよね。そりゃ並びますよ。じゃないと美味しいものできないですよ、世の中。でも並ぶこと自体が修行みたいだから、それで食べたってプラマイゼロって感じしない？パンケーキ自体古くない？なんかね、鈍感。お疲れ。いじめられた。よしよし、仮眠室で熟睡しちゃった。変な夢見た。どんな夢ですか？怖いやつ。汗かいちゃった。聞きたい。病院で歩いてったら、視界の端になんかいるの。パッて見るんだけど、すでに消えちゃってて、何回かそれがあって、4回目くらいにまたパッと見たら、本当に真っ黒い人間がこっちをじーっと見てるの。ゾクゾクする。最近あんまりそういうのなかったんだけどな。足音が一人分多い。やめてください。行こう。
だから大丈夫。見ていいですか。うん。ね、牧野さん、霊感ある？え？なんかね、霊感がある人と一緒にいると周りの人も見えちゃったり聞こえちゃったりするんだよね。最近霧島さんがそういうの多いって言ったか。悪い意味じゃなくてね、私そういうの好きだから。霊感は全然ないんです。あ、でもここの病院に来たのは偶然が重なって不思議でした。何何、すっごい知りたい。そんな大した話じゃないんですけど、本当は別の病院に派遣される予定だったんです。面談とかもう終わって次の日から仕事っていう日にその病院の看護局長さんが亡くなって、本当はその方にいろいろ教わる予定だったんです。白紙になっちゃったんですけど、その次の日かな、父の病院で以前働いてた看護師の方がここの病院の話を持ってきてくれて。大変だったんだね。あ、でもこの病院古いから前の方が良かったんじゃない。 いえ、こういう方が好きなんです。へえ。でも幽霊出るかもよ。それは苦手です。幽霊を怖がったり嫌がったりするとあんまり良くないんだって。幽霊ってこっちが嫌悪感を持った分向こうも鏡みたいに凶暴化するらしいから。山口さん詳しい。でも幽霊とは仲良くなれない。あ、松本先生、午後の診療の時間に霧島さんがナースステーションに来てくださいっておっしゃってました。牧野さん、あのトイレついてきてもらってもいいですか。はい、いいですよ。 ありがとうございます。もうこの時間のトイレ怖くて。そうですよね。お父さんがお医者さんなんですか。そうなんです。あれ、言いましたっけ。誰かから聞きました。誰だっけ。白石さんはいつから働いてるんですか。白石さん、寝るの。